どうも、ギタリストのリュウです。本日はですね、パート9かな ?9 番目、9本目の、バイオハザードビレッジの動画ですね。だいぶ進みましたね。今日はですね、この前手に入れた私欲の鍵でですね、こちらを先に進んで、おそらく人形使いのドナ、がいる屋敷に行きたいと思います。さて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 、僕ね、本当に人形っていうものが怖くて、人形使いっていう俺と相性がもう本当に最悪、俺と相性が最悪な相手になると思うんですが、まあちょっとね頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは行きたいと思います。やっぱ私欲の鍵、やっぱ使えるよ。よし、はっ、お、まだ何もないね。この先か。うわ、このさ、獣道みたいなのも嫌なのよ。どっち？この先か。こっちに行けるのか。はい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 。はい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 。お、いきなり墓だよ。人骨だよ。物騒な世界ですわ、本当に。なんだ？敵？お、敵か？出てこいよ。お、びっくりした。カラスだ。え、待って。ほら、もういきなり人形。いきなり人形。ほら、もう無理なんだよな。こういうのが。いきなり人形だ。なんか書いてある？あ、見れない。あ、カラスだ。鶏肉よこせ。あ、あいつは鶏肉じゃないのかな、カラスは。400円。お金だ。まあでもハンドガンの弾薬が一発150円ですからね。だから400円もらえたら得してるのね。実はアイテムとかはない。待って、こっちから来てこうだから、ここに橋っぽいのがあるのか。なるほどね。ちょっと待って、マジで今日は本当に喋りながらやるよ。だってもう人形、ほら人形だらけだもん。ふざけんな、マジで、マジでふざけんな。こっち側行けるっぽいよ。まだ屋敷入ってないのにこんだけビビってたらやばいよね。墓だらけ。え、なんもねえじゃん。え、ぐるっと回ったのになんもねえ。はあ、ふざけんな。ふざけんな。駆け抜けろ。駆け抜けろ、駆け抜けろ、駆け抜けろ。駆け抜けろ。この先か。待って、なんで人形吊るすのか、マジで意味がわからない。はベビーグル。なんかある。はあ、お前、趣味が悪い。本当に趣味が悪い。本当に趣味が悪い。あ、橋のところまで来たね。本当に趣味が悪い。落ちないよね、橋。もうやめて。駆け抜けろ。駆け抜けろ。駆け抜けろ。よし。リーさん。あ、何？あれ？あれってさ、お化け死んだはずだ。ついてきて、伝えることがあるの。ミア、あなたは死んだはずでしょ。あなたは死んだ人でしょ。あ、自分で進まないといけないけね。了解。消えたし、消えたし、音楽がえぐいことになってるし。どっち、こっち？いけない。ローズ、あ、普通じゃない。ローズは普通じゃない。なんとかしないと。なんとかしないと。なんなんだこれは。待って、え、武器出せる。あ、出せるわ。みんないなくなる。ローズでさえそんなの耐えられない。もうあなたは死んだでしょ。死んだのよ。死んだの、あなたは。オーマイ、オーマイガー。なんか墓だ、光ってるし。なんだこれ。あっ、ね、あ、ベネビエント、なんだろう、弟子との墓か。どうかしてる。どうかしてるよ、本当にね。うん、わかるわかる。お、
ここはなんだ、思い出を捧げよう。アイテム、ポストの中に何か入れるの？このままでは開かない。賄賂、現金入れりゃいいのかな。でも札束とかアイテム持ってないもんね。思い出を捧げようってこれ、ここでは使えない。家族写真、まあ死んだ奥さんの写真はあげられない、あげられない。それはそれ以外になんか思い出っぽいアイテムあったっけ。鍵ハンドル地図、待って、もう本当に皆無だ、これしかないわ。進むためには思い出を要求してくるとか、本当に趣味悪い。人形といい、思い出といい、はい、は使えるよ。それはあげられないよ。どういうことだ。開いたよ。え、マジ嫌なんだけど、この先何？チラッと見よう。暗。はあ。ね、趣味悪いって本当に。やめな。ギーパターンじゃないよ。もう。わかった。この先行くしかない。宝。宝。宝？ふと今見たら宝があるっぽいような。あ、なんかこれ開けるなんかがあるのかな、なんかアイテムかなのかな、わかんないけど、なんか心なしか走る速度遅くない？なんかここ来てからん？でも体力マックスだよね。走れ。ここに何かがある。あ、ここは何もないわ。うわ、エレベーターだよ。こういうのマジ怖い。乗るよ。あれ？ああ、え、待って、エレベーター、え、日本だけなのかな。エレベーターってさ、ここでさ、上行きますボタンを押してさ、エレベーター来て開くじゃん。そしたら普通ここにないスイッチ。あ、でも扉だからつけられないから、ここにつけたってこと。スイッチの位置おかしいよ絶対。だってここだよ普通。ここについてるもんじゃないエレベーターってさ。え、は、ふざけんな。あ、なんか書いてある。一緒に来て E さん。ねえ、ふざけないで、マジふざけないでそういうの。無理だよこれ。え、長くない？エレベーター長くない？どんだけ上行くのこれ。ねえ、え、長っ。あ、着いた。後ろか。うわ、アイテムはないわ。駆け抜けろ。セーブ入った。セーブ、外来たわ。はい、ありました。はい、ありました。マジ言ってんの？マジ言ってんの？今ね、すごいの手汗が。あ、最近ネイルしたんです待って、本当にごまかさないとやっていけない。だってだってさ、見てあれ、これよ、この屋敷、これだよ。すげえいいとこ住んでんな。すんげえ家のものカビそうだけど、これめっちゃ湿気じゃん。ここマジやばい。これがベネビエント邸。ねえ、ほんとただのお化け屋敷。はあ、まあでもあれか、あそこの城よりは長い戦いにはならないかな、きっと。ああ、ムービーだ。あ、でもそんななんか入ったからといって、あ、あれがドナ
この人形はあれだもんね、多分この人がドナなんだよな多分。え、マジで無理なんだけど、この家マジか。これキーピックか。あ、違うわ。ちょっと待って、ここは、はあ、なんかアイテムねえかな。銃弾くれ、俺に銃弾。うん、ちょっと少ないから今。やだ、こっち。はい、ああ、なんもない。これ割れるんじゃね。割れねえ、開かねえ。2階か。あ、違うわ、こっちも行けるわ。え、アイテムないんだけど、ここは開くわ。はい、人形1。え、ね、ほんとやばい、ここ。え、待って、ちょっと待って、水飲ま。怖すぎて口乾いてる俺今。怖いんだよお前。壊れないし、銃弾で壊れない。なんだこれ、なんだこれ。葉っぱ裏面なんもない。葉っぱの説明書き、なんだこれ、ちょっと読めないわこれは。ここなんもないの。玄関ホールなんかあるっぽいよ、アイテム。あ、上か、上かな、上か。あ、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 なんだ、黄色い線が来てるってことはなんかあるってこと。違うってこと。え、マジ無理。え、マジ無理。ここなんか怖い。ほら、人形の服作ってんじゃん絶対これ。あ、違うのかな。2階。はっ、なんかアイテムあるっぽいけどないね。はっ、あ、ないんだここは。なんだろうここ、開けられる。はい、あ、なんもない。え、じゃあ上じゃないってこと？下ってこと？待って、なんもないぞこの家。あ？あ？あ、こっちはいけないもんね。鍵かかってる。こっちだわ。この先に、あ、扉あった。ここ行ってなかった。写真、ここ人形。お前が、なんか、ゲロ出る、ゲロが出そう。ちょっと待って、やばい、怖すぎる。はい、はい、エレベーター、エレベーター。これ鍵開けて玄関ホールと繋がるんじゃないの。開けられないんだ。うわ、絶対これで下行くんでしょ。え、これさ、屋敷はそんなにでかくなかったけどさ、地下に広いパターンかな、もしかして。やっぱそうよね、ここよね、ここだよね普通ね。
行かなきゃダメ、これ行かなきゃダメね、マジで本当に許して。分かった分かった、もういいから。あ、意外と下が狭いっていうか、なんていうの、明るいな、ちゃんと大丈夫だな。わあ、待って、配電盤でなんか、うわ、ぜなんだろう、暗くなったりするんじゃない、この中身にあるなんか電池かバッテリーかなんかがどっかで必要で、抜いたら暗くなって、暗くなったらなんか出てくるみたいな、そういうパターンじゃないの。何ここ、は？あ、何も調べられないか。なんか調べられる？この部屋になんかあるっぽい。え？あ、そっか、この中に何かやっぱあるんだわ。こっちだ。開ける？開けられない？なんもねえな、ほんとここ。なんで何もくれねえの？ここは？開けられない。ねえ、ほんとに。バカ。音楽聞こえる。あ！倒せない。ねえ、ちょっとラジオうるさい、切れる。え、待って、ここバカ怖いじゃん。これフラスクあるし、これ取ったらなんか怒る。ねえ、マジか。アンジー、ずっとあなたを待ってたの。あたしローズよりいい子だよ。お願い、アンジーのパパになって。何？待って、俺の銃は。え、銃が取り上げられた。もう無理だ、もう無理だ、俺銃がなかったら何もできないじゃん、マジで。え、逃げ惑えってこと？え、あれ、こんなのいたっけ、人形。ねえ、ちょっと待って、待って本当にここ無理かも、俺マジか。調べる趣味の悪い写真だよ、これも。うちの奥さんが殺された時の。なんでこんな、お前なんでこんな写真撮ってんだよ。これはミアの人形。これ奥さんの人形なの？調べる。は？包帯が石膏で固められている、何か道具が必要だ。道具？あ、何？いっぱい調べられる場所がある。何これ？は？指輪外れた。え、本物？血濡れの指輪。ねえ、趣味が悪すぎる。足も調べられる。もうな、これ全身調べろってこと？分かったから。もう何？え？エロい、この動き。エロい。サワサワしている。何？あ、そういうことか。で、足を外す。外れた。何これ？ああ、なんかあれか。ゼンマイ。そうだ、ゼンマイ。全然ゼンマイ侍のお団子だんだん、お団子だんって知ってる、みんな。
待って、肩から調べよう。ね、顔が怖い、この人形ぶり。あ、また、そっか、俺が、サワサワするのね、こうやって。はい。はい、わかったよ。はい、わかった、わかった、サワサワね。お、銀の鍵。はぁ、幸せだった頃の何かが流れましたけど、ちょっと待って、こっちも調べとこう。なんか全身くまなく調べられるっぽい。またサワサワだよこれ。ほら、これ今度こっち、おてて、違うな、逆だな。ここか、ここの関節部分。何これ、調べる。これなんか、ああ、なんか何も見る、見るだけだ、見るだけ。なんだ。はい、今度こっち。なんだこれ。ああ、これなんかピンセットかなんかか、道具がないと取り出せない。もう分かった、この顔のアップから。お前待って、顔もう一個いける。は？あ、なんか紋章出てきた。しかもあれだ、銃弾が当たった部分まで全部調べたかな、これで。銃弾が当たった部分まで全部あれか、いけてるの、いけてるじゃないね、再現されてるのか。でね、あー、これさっきの鍵の紋章入ってる。先こっち行く？どっちだっけ。あ、待って、あ、セーブがある。セーブ。は、ここ鍵閉まってて出られないじゃん。あ、でもなんか番号あるな。これで出られたりするのか。銃ないんだよね。え、銃がないよ。はあ、アイテムが必要。何かをはめられそうなくぼみがあるアイテム。あ、待って、もう一個調べられるとこある。これは、ああ、これ目にあった紋章だ。これはこれじゃん多分。こっちも調べられる。あ、これさ、腕の中に入ってたやつどれだったっけ。これじゃない、多分これだと思う。で、ここになんかはめ込んで終わり。わかった、それでそっちに行けるのね。わかったよ。じゃあ、あそこの鍵の部屋だ。ね、ちょっと待って。本当にやばい。本当にやばい。生きた心地が今していない。お前さ、楽器だよ。わかったよ。わかった、わかった。もう。はい。明るいところ。蛍光灯。え、この家蛍光灯なんてあったんだ。水道。あ、血濡れ、これだよ多分。洗う、やっぱし、天才、天才的。ん？何手に入れた？今見てなかったわ。はあ、結婚指輪。ミアがしていたものと同じに見える。あ、間違えた。これ何？なんかアイテムある？向こうから、側から施錠？こっちの話か。は？待って、何も入ってないよ。はあはあ、なるほど。は？は？は？待って、あともう行ける場所がない、行ける場所がない。ここの暗証番号のヒントがどっかにあるのかな。開けられないしな。待って、なんか調べられるものあった？暗証番号のヒント、
暗証番号のヒントなんかあったっけ。なんもないぞ。待って、この体に何かある。待って、目玉はだってあそこでしょ、この紋章だよね。で腕が、あ腰、あ腕か、腕がほら目ん玉3つで全部閉じてるやつでしょ。んでね、ここは道具がないとダメ。あとはもうくまなく探している。こっちはそうだよね、アイテムがないとダメだ。んなんだ、ちょっと待って、なんだ、ちょっと考えろ。考えられない、今ちょっと怖すぎて。この家。だって銃がないんだよ。銃がないんだよ。銃がなくてどうすんだ、マジ。これ？そうか、指輪に結婚記念日とか書いてあったりする？書いてありますわな。そうよね。2005年の、え、何これ結婚式、ん、なんだこれ、これいつ結婚したんだお前ら。え、2005年29、いやこれおかしいな、なんだこれ、何が結婚記念日じゃないのか、これはなんだろうこれ。まあいいか、052911ね。はい、わかりました。開けたら何が出てくるか。0 2 9 1 1、開いちゃった、セーブが入った。そんなに勢いをかけないでいいさん、頼む頼む頼む。チラリ、走れ。ねえ、銃がないんだって。だから、え、は、うん、敵はいなさそう。なんで何も入ってないのこれ。なんで何も入ってないのここに。さっきからずっと。え？これ調べられる。どうしてここに。どうしてここに。ゼンマイ？あ、何これ。あ、入れ替えできるのか。で、何これ。再生。怖っ。うまく動かない。何かが間違っている。なるほど。これ順番があるんだ。なんだろう。あ、この傷をヒントに当てはめろってことかな、もしかして。これでどう？今傷が全部合ってるけど。あ、いけた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 。ピンセット、はい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 。口の中からなんか出すんだ。これも開けられる？絶対アイテムはないんだね。じゃあ開けられるようにしとくなよ。出ろ。待って、キーアイテムだよねこれ。え、なんかさっきより暗くない？大丈夫？
わ、またここに戻んのか。はあ、ねえ、趣味が悪い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 。フィルム。ねえ、待って、なんでここ、こんな怖い、銃がないから。やっぱりでも誰かいる。あ、いなくなった。ねえ、本当に無理だ。待って、本当に無理だこれ。俺ゲロが出る。でもいるってことは向こうだ。いる？いない。赤くなってる。鍵がかかっている。反応しない。電源が入ってない。あー、なんかここ調べられるようになってるよ。なんだこれ。ちょっと待って、マジで本当にやばいわこれ。家族の記録1、ローズの一番のお友達、2、あの子のお気に入り、子守歌代わりね、3、私たちにとって何よりも大切なもの、4、祖母がくれた祝福の音色、イーサンがくれた永遠の約束の証。ああ、でもこれはフィルムだよな多分。あー、これさっきの並び順にしろってことか。あれ、なんだっけ、なんだっけ、ローズの一番の、ローズの一番のお友達、あの子のお気に入りの子守歌代わり。だから待って、何があるこれ。まずローズの一番のお友達、やっぱり入れ替えだよね。で、最後が多分これだったんだよ。で、2番がこれで子守歌で、これ祖母がくれた、こうかな。あっち、ん？なんだっけ？祖母がくれた祝福の音色、私たちの何よりも大切なもの。これだ。つなげて再生っていうのがある資格で。何？え、怖すぎだろこれ。何これ？井戸。井戸。井戸。ゆりかご。で、で、で、あ、何も、はあ、この先にあの井戸があるよと、そう言いたいわけ。ここ何、うわ、人形だわ。あ、人形だわ。え、は？ねえ、ちょっと待って、無理だ。待って、無理だ。待って。今何分であった？ 36 分。30分くらい。でも必ず先に進まないといけない。怖くても先に進まないといけない。これなんかある？なんかある。
アイテムがある。こっち見ないで、みんな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 、この下に行けるわ。アイテムがあるっぽいんだけど、アイテム、あれ、あ、ハサミ、ハサミ手に入れた。待って、もう振り返らない。もう分かった、もう行く。は、ハサミか。これを切るのか。バカじゃねえの、なんか血に濡れた包帯。あー、ちょっと待って、本当に無理だ。いつまで続くんだこれは。電話？暗いね。しかも受話器を取る。取らないよ、もう。取る。なんもない、この先。ステレオですごいのこれ。お願いさ、よく聞いて。騙したかったわけじゃないの。ミア、あなたを失いたくなかった。家族を壊したくなかったのよ。ミア、何を言ってる。あなたとローズを心から愛してる。だから私、こうするしかない。もう話が入ってこない、怖すぎて。何も起こらない。また、はいはい、何かをはめられそうなくぼみがある。あ、こっち広い。待って、あ、こっちつながった。待って待って待って、一体今、いなくなってる。なんか手に入れたっけ俺。ハサミ、結婚指輪、銀の鍵。ハサミ、結婚指輪、銀の鍵。髪の毛が挟まったか、ハサミ。なんで髪の毛挟まっちゃったのかな。これなんか道具がないとダメだもんね。ちょっと待って、これ一周してここに戻ってきたってことが、この部屋でなんかするってことなのかな。なんだろう、ここなんだっけ、ここ。ああ、なるほど、配電盤か。ここは聖母の鍵、聖母の扉。こっちが封印された扉。ここは女の人形ね。はいはい、セーブしましょう、セーブしましょう。ハサミ、ここ、あ、そういうこと。おう、開いたぞ。はい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 、なんか言うんでしょ。はい、どうぞどうぞ、発言いいよ。ドンって言った、ドンって言った。はい、あれ、何もない。
分かった分かった。でさ、今さ、メダリオンってやつね、手に入れたのさ。だから多分こっちなんだけど。はーっと走れ。ここに多分これはめるんだよ。そうだわ。開いた。暗くね？井戸だ。井戸だ。井戸だ。で、ここにやっぱりあるわー。で、ここに下に行けると。今なんかあった？ここなんかあるかな？ないんだ。ねえ、お前ほんとうるさい。止まれよ。ねえ、怖いんだから。止まれって。ずっと揺れてるわけねえだろ、普通。なんもないのに。あ、着いた。そこだ。何？何がある？何がある？何が？お？何の音？なんで赤ちゃんが泣いてんの？暗すぎて。あれ、どっから出るんだっけこれ。こっちだ。いつまでしてる？この赤ちゃんの泣き声。え、無理だよ、俺、そういうの。あれ？こんなに暗かったっけ、ここ。ちょっと待って、電気消えてる。はあ？え、待って、待って、待って。なんか、はい、発言どうぞ。なんか言うんでしょ、どうせ。何これ。お前ほんとさ、バカだろ。このゲームを考えた人は多分頭がおかしいです。でもさ、え、何？え、いなくなってるし。へその緒、ぽい。は？ちょっと待って。え、マジか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 。わかんないけど。なんかやばそう。
よし。はっ。どこだっけ、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 配電盤。今ここにいて、ここ遠いな。うんうんうん、何今の。武器持ってないんだよね。敵が出るの？そんなことないよね。ガーオーって、武器持ってないよね。敵が出るの？それはないよな、それはないよな。え？うわうわうわ、え、なになになに、え、なに、なに、あーはー、待って、あ、わかった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 、俺わかったかも。あのさ、あのさ、あのさ、え、どこだっけ、どこだっけ、こっちだっけ、待って、なんかさ、あのロッカーなかったっけ、ロッカー、青鬼だったらここに入るよ、青鬼だったら入れる、入れる、閉めろ閉めろ閉めろ、閉めれる。天才だ俺今、天才。赤ん坊だねあんたね。 Oh my god、 何、バレてんの、バレてんの、バレてんの。お前どっか行きな、ほら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 、まだいるよ。早く行けって、早く行けって。ねえ、もう出られないよこっから、普通の人は。そんな、どこ行った。そしてこれでさ、あいつがもうあっちに、うわー、もういないよね。あいつがあっちに行ったから、こっちの配電盤に行けると、で明るくできるんじゃないか。え、ちょっと待って、配電盤を修理しよう。ここだっけ？ここだわ。はい、調べる。配電盤の鍵。あ、なんかあった。待って、なんで？これ電池入ってない。ヒューズが抜かれていて電源を入れることができない。ヒューズか、ヒューズか。ヒューズを手に入れないといけない？ちょっと待って、どこに行けばいい？じゃあ。行ける場所、うわ、ここだわ。書斎抜けていかないといけない。え、この暗い、待って、この暗い中、あの人形の部屋を進まないといけないってことか。あ、でもこっちからも行けるけど、こっちからも行けるんだけど、こっちの方が近い。でもこっちは通りたくない、アイテムもないし。だからこう大回りしていこう。こっちの方が俺は怖くないと見た。でもそうしたら、あの赤ん坊がいる？逃げればいい。よし。どっちだ？どっちだ？こっちだ。ん？どっち？ん？どっちだっけ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 ？合ってるわ。はい、はい、はい、走れ。で、こっち。です。はい、こっちです。これでもこっち行ったんだよね、あいつ。でも結局ここには行かないといけないから。あ、でも通ってないわ、あいつ。ここ通った跡が絶対残るはずだから、あんなの。
ここだわ、ここだ、これで。あ、違う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 、それじゃないそれじゃない、はい、これだ。新しいところに行ける、新しいところに行ける、新しいところに行ける。なんでなんでそんなにさ、マジかよ、そういうゲームなのバイオハザードって。知らなかったよ俺。あ、明るい、明るくなった。でも相変わらず怖い。そしてこっちには行けない。明るい。あ、ってことはこの明るい方にヒューズがあるはず、どっかに。で、なんもねえわこの辺マジで。明るいってことは電源が来てるってことだから、ヒューズがあるはずどっかに。ベッドだ。は？なんかいっぱいある。あ、なんだこれ。ん？なんて書いてあった？潜り込む。はい。もう俺天才だから分かっちゃった。この下に潜り込むんだよ。あいつが来るから。ね？そういうことでしょ？あ、ヒューズあった。ヒューズを取ったら、待って、整理しよう。ヒューズを取ったらあいつが来る。そしてベッドの下に逃げる。あ、でもこっちも行けるぞ。ベッドの下の方がいいかな。え、どっちが正解？まあでもどっちでもいいんだよって感じか。せっかくだからベッドの下行こうか。ヒューズ取ります。取りました。はい、暗くなりました。え、待って、暗すぎて分からん。あれ？来ない。ああ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。出たらいるのか。出たらいるんだ。分かった。出たらいるんだわ。そうだろ、どうせ。びっくりドッキリコンテンツだろどうせ。待って、道を整理しておこう。あ、で取ってあそこに持っていこうとしたらいるのか、ここにね、配電盤のところにね。そういうことだ。どうやって行くんだっけ。どうやって行くんだっけ。こっちから行った方がいいか、あの怖いやつ。まだいない。え、どこどこどこ、あれどっちだっけ。待って、完全に道に迷った。なんだ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 っけ。待って、テンパってわかんねえ、わかんなくなった。今ここにいて、こう来てこうか、でこうかだよね、多分書斎の方に、ここに行けるんだもんね。だからこっち、そうこっち。うわっ、待って、どっちだっけどっちだっけどっちだっけ、こっちかこっちか。もう2回目は怖くないよさすがに、怖いけど。でこの下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 、よし、潜り込む潜り込め潜り込め潜り込め、これで大丈夫、大丈夫か。これケツ出てないよね、これ頭隠して尻隠さずじゃないよね、これ大丈夫だよね。あ、やばいやばい、めっちゃプルプルしてる、怖い、来てる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 。いや、来てる来てる、これ今左側に今音が鳴っている。ゲロだけは吐かないで、汚いからうえとか言ってるけど大丈夫。オーマイガード、いらっしゃいました。これ下覗かれたら終わりじゃね。待って、よだれが出てるよ。もういけ、もういいよ、もういけ、いけいけいけ、はい、行ってください、行ってください、行ってください。言ってください、もういいよ、もういいもういい、もう分かった、ごめん、早く。自己主張が激しい出たがりさんですね。早く行って、はい、もう行って、はい、もう行って、行ってください、もう早く行けって。
わよ、こんな汚しちゃって誰が掃除するの。もうでここに向かうんだよね。はいはい、わかりました。こう出てこう来てこう、はい。もうこんなに汚しちゃって誰が掃除すると思ってんの、あんた。あんたじゃないでしょ掃除するのは。この上から来たのかあいつは。で待って待って、はこっち行けねえわ、これぐるっと回ってくしかねえわ。マジか。えどっちだっけ、こっちか。なんだ、あそっかここか。えどこだここ、もう暗すぎて、あそっかここか。赤い部屋、もうラジオは喋らない、開いてる。へそのはまだあるんだ、なるほど。もう来ないよねさすがに。3回目来る、待って音的になんか来そうなんだよね。うん、でこれ左曲がって右、セーブ入った。待ってこれ配電盤で、でヒューズつけます。え待って、え来てんじゃん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 、え来てんじゃん来てんじゃん来てんじゃん、エレベーター乗ろう、エレベーターエレベーター早くして、早くして、早く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 、閉めろ閉めろ閉めろ、早く早く。うわおお、そういう演出。バイバーイ、残念でした、私の勝ちです、私の勝ちでした、残念。え何なんか、え、ああいつじゃね、こっちじゃね、いけない。あ笑ってたぞ今、武器ねえからな。でもなんだここじゃない、あいる、あ待ってムービー始まった。行かないで、行かせないわ。なるほど、まだ生きてるなんてすごいね。うわやめろマジマジやめろお前ら、お友達にぶっ殺されちゃうからね。ちょ待って、そういうことするな、銃返して銃返して。チェクター、命がけで探し、待て、何、あ、あいつを、あ、そういうことだ、あいつを探そう、私を見つけてごらん、私を見つけてごらんか。待って、どっちにいる、どっちにいる、いないな、ちょっと待って、この上か、上っていうパターンもある、上っていうパターン、あ、待って、あそこにいない、いないわ、どこだ、ここは、この部屋、あ、いた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 、捕まえる。痛い痛いで噛まれた。ローズさえ生まれなきゃこんなことにはならなかったのに。なんちゅうこと言うんだお前は。ああハサミが武器になるのか。ああ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 。あもう一回？何回か刺すみたいな。うわどこにいる？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 ちょっと待ってこれ多分さが、これ時間制限あるでしょ多分。どこだ？どこだ？どこだ？人形いっぱいいるけど、あの白いやつを探せ。うわケタケタしてる、無理無理無理、そういうの無理俺。ちょっと待って、こっちこっちこっちか、こっちっていうパターンもありえる、こっちっていうパターンありけり、わないわ、いないわ。ちょっと待って、探せ探せ探せ、なんだなんかヒントはないのか、ヒントはなんかヒ、いた、いった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 。ローズにもこんなことするのか。あなんか赤くなった、ちょっと待ってこっちか、赤いところに行けばいいんじゃない、どこだどっちだ、これ最後じゃないかな多分、2階っていうパターンはないのかな、3階刺せば OK みたいな、ここはいない、待ってどこだどこだどこだ、探せ探せ、もうほんとやだからこの屋敷、
あいつさえ倒せば出れるんだよ多分。てか短かったなここ。あれどこだどこだ。あ、え、これなんかヒントないの。ヒント、こっち、こっちっていうのもあり得る。あ、いた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 。お前を倒せば出られるんだよ。てめえふざけんな。可愛いお人形ちゃんに何しやがんだよ。あ、倒した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 。あ、なるほど。終わったの。勝ちだ。勝ちだ。何？いや、鍵だ。俺が必ず。あれフラスクくれよフラスク。なんだ。あ、フラスクだ。よし。とにかくここから出よう。あ、なんだこれ。これはなんかできる？あ、調べる。あ、これも組み合わせだ。鍵は組み合わせていけるんだ。これで主翼の退治の鍵。なるほど。フラスク、ナイス。お金、これがあれか、下がりきったら開くのか。あー、よしよし、デュークのところ戻って今日は終わろう。あの家って何もないよね多分もう。あ、武器戻ってる。やった、会いたかったよ私の拳銃。待って、これ帰りの道も怖いんだよね。これ暗っ。あー、ここか。ここ何もないんだよね、何もないんだよね。オッケーオッケー。あ、そっか、このこのあれ、これ、あ、横かで多分ね、後ろ側。あ、てかあのメッセージ消えてる。あの私と一緒に来てってやつ消えてるわ。やば、もう銃さえ戻ればこっちのものマジで。もうこの銃がどれだけ安心感があるか。やっぱり銃を持ってるってだけで。だって銃さえあればさっきだってあの赤ん坊倒せたじゃん多分。倒していけたじゃん。この銃がある安心感やばい。これやっべえ。ショットガン、待って、銃以外のアイテム戻ってる、戻ってきてる。体力は？あ、マックスだわ。ハンドガンにしとこう。まあ、敵はいないと思うけどね、もう一回来てるから。ここ、あ、でもそっか、一回来ても敵が帰りを待ち受けてるパターンがあるんだ。そうだわ。今回ちょっとパートが長くなっちゃいますけどね、パート8かな、8だっけこれ。あ、違うね、ないんだねこれね。ねえ、長いこのエレベーター、早くして。は、終わった。よし、待って、ここはアイテムなし。よし、で墓地に出ると。あ、セーブ入った。敵いんじゃね、いないか。駆け抜けろ。これ敵が帰りを待ち受けてるパターンがあるから多分ないか。あれ、こんなとこに、あれ、行けるとこ増えてる。敵が現れる絶対。ああ、久しぶりに弾薬ってものを見つけたよ俺は。7発、敵いるってことか。待って、これ家の中入れんじゃん、最悪。あ、これ動くわ。あ、ぜっん、あ、絶対動くと思った俺今。あれ、なんか今まで見たことないタイプの敵か。よし、待って、もう何匹かいるっぽい。うわー、待って、多くね。あー、でもさ、これ銃で敵をこう倒せるっていう安心感半端ないよね。よし、待って、多い。おい、よし、はい、ヘッドショットで。あー、くそ、避けられた。これガードを使っていいか。スクラップ A、 スクラップ A、 ガンパウダー。こいつらめっちゃ弾薬の素材落とすぞ。弾薬？弾薬か。ショットガン、よし、待って、まだいっぱい出てくるってこと？あ、びっくりした、あれがめっちゃ敵に見えた。これ
あ、ここの家行けるわ。もういないよな。まあ、いてもいいわ、倒すだけだから。あ、この外か。外なら安心じゃね。地雷。待って、こっから登ってくるとか言わないよね。ここ閉めれるもんね。待って、どこだそこ。あ、いた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 。ヘイ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 。なんか強くないお前だけ。大丈夫だわ。待って、めっちゃハンドガン弾薬消えたんだけど。作れってことか。作るわ。全然足らんわこれじゃあ。どうしようどうしよう。薬液って貴重だよね。うん、そうだよね。弾作るとき必要だもんね。でも薬液4つ持ってるから回復薬作っとこうか。あ、待って、あれってさ、撃ち落とせるアイテムじゃね。そうだわ。はい、お金だ。2000円、でかいぞこれは。待って、行けるとこめっちゃ多くね。あ、てかこの小屋の中にまだなんかあるわ。こっち側か。なんだこれ。え、で、あー来た。アイテムスロットがいっぱいです。アイテムの整理をしてください。必要なものはアイテムスロットの中に、不要なものは右の一次欄に移動させてください。あ、なるほど。これさ、待って、ちょ待って、整理したらさ入るんじゃねえか説あるよね。これ向きとか変えられるんだよね、これ。これで。ほら。こう、ちょっと待ってね。ちょっと揃えよう。ここにして、これも縦にしてここに入れます。で、これもここに入れまして、ここに入れるじゃん。で、そうしたらこれがもう一個上に来て、まだ入れられないか。なんか捨てないとダメか。あ、入れられる。よし。え、これでいいんじゃないの？あ、完了。よし。新しいショットガン手に入れたんだけど。え、待って、19発ある？あ、そんなことないわ。これ何？ショットガンだよね、これ。これだよね。コンバットショットガン。ちょっと待って、調べよう。760でしょ、威力が。これがは強い。バカ強い、これ強いわ。ちょっと待って、先にこっちに装填してある弾を全部使おう。あぶねえ、ショットガン見逃すとこだったわ。待って、敵いるかな。ちょっと探そう。このショットガンの装填してある5発のショットガンの弾をね、使い切りたいんだ。で、あ、こっち行けないから、どっちに行けって。こうか。だからこっちか。あ、そうだね、こっちだね。よし、まだいるっしょ敵。うわ、びっくりした。いいところに出てきたね。ショットガンの弾が余ってんだよ、5発。はっはー、一撃、もう一撃か。はいはい、間違えてリロードしないようにしないともったいないから。こっち行けないね。よし、ここ行ける。あれ、ここってもともと開いてたっけ。え、開いてないわ。初めて行くとこだ、ここ。なんだ。はい、また家です。出てきます、敵が。絶対に、あ、これ井戸だ。井戸のハンドル、イエー、回していける。あ、これさ、人形さ、ちょっと待って、人形さ、これ組み合わせアイテムじゃね？あ？こっちか。ほら、頭、組み合わせ、組み合わせあります。マダリーナ人形。イエーイ。これが、高額換金アイテムだって。ナイス。いや、さっきの屋敷マジ怖かったね。よし、なんかある？なんだこれ。貴重な写真、貴重な写真。はあはあ。で、この家に入っていくと。これさ、もう窓から入れそうじゃね。入れるわ。あ、これあれだ、よくデュークのとこにあるやつ。弾がないと遊べないよね。でも弾持ってないよね。うん、弾持ってない。
敵いるか。あ、セーブじゃねこれ。何これ。炸裂弾。なんだろう。あ、楽器職人の鍵だって。で、セーブ。よし。で、もうない。まだある。なんか、ハーブ。違う。なんかあるな。ここ開けれる？開けれない。なんかあんだよな、ここ。ハーブ？これ絶対さ、ハーブじゃない？マリファナ？これは。マリファナだって。あ、そうか。これの中のこれのことか。だからどっかで弾を探していかないとダメで、どっかに弾があるんだよな、絶対。あの、金属球。どこだろう、それ。どこだろう。これじゃないよな。どこにあるんだろう。まあ、またさ、ここに、この辺にあるはずよな。どこにあんのかな。あの屋敷の中にあったのかな、まだ。あの屋敷ってここのこのセーブポイントあったところにあったのかな。別の場所っぽいよな。でもこういうのって、この吊り橋落ちないよね、大丈夫。あれ敵じゃね、あれ敵だよな。向こう行ったぞ。向こうに何かがあるというのか、なんだろう。まあいいや、弾もったいないし、手出しはしないようにしよう。あ、待って、ショットガン使いたいんだよ。あと2発消費していきたい。もう敵出てこねえのかな、まあ、出てきそうよな。これで、ここって何、無縁墓地なんだ、ここ。やば。絶対出るでしょ。あ、なって、ちょ、お前か。あと一発。えい。待って、まだいるっぽいな。あ、死んでねえ。ヘッドショットが難しいな、お前。待って、生きてる。よし。スクラップ、A。まだいるかな。で、待って、新しいさ、ショットガンをさ、試してんだよ、これは。これをね、試したいのよ。私は、4発。あ、ここになんかある。820円。結構金持ちなんじゃん、今。ちょっと待って、これなんか調べられるよ。あ、なんか取った。なんか、換金アイテムっぽいぞ。あ、これか。結晶の塊か。ほら、俺の新しいショットガン、試し撃ちのために。来てくれた。おい。あ、2発で倒せるようになってる。えぐい。あとどこだろう。待って、いろいろあるな、これ。待って。あ、あそこにもなんかある。ちょっと待って、なんか取ろう。ビビアンナイト。なんぞ、それ。なんぞ。ちょっと待って、新しいさ、ハンドガンも試していきたいんだけどさ、これあんまり、あれなんだよね。威力がないんだよね。こっちの方が強いんだよね、多分。威力、150。カッコがついてるのは、これはあれか、改造パーツで上がってるよって意味か。ショットガン弾薬もったいねえし、ハンドガンで倒していきたいんだけど、結構近づくの早いよな、こいつ。よし、こっちは倒した。え、待って、3匹いるわ。あ、くそ！弾なかった。ちょっと待って、詰められてる。めっちゃ距離詰められてる。ちょっと待って。これリロードしとこうか。はい。あ、くそ！やめろって。わかった、もう。はい。お前、ちょい。まだか、お前。待って。わかった。はい。よし。まだか、お前、強くね？なんか。よし。え、まだ？強すぎ。待って、回復使おうか。あ、あれ。はい。これはお金か。いくら？ 3000 円でかい。てかさ、これさ、あ、通貨はレイなんだね。レイってどこの国の通貨だろう。あー、戻ってきた。デューク。あ、なんだ。こんな、あったっけ？なんか、キャンドル、あったのか？もともと、なかったっけ？なんでお前人形持ってんだよ。おやおや、これをご存知ですか？
あ、武器カスタマイズアイテムとか増えてる。あ、なんだこれ、いろいろあるわ。あー、なるほどね。武器を強力に改造したいときはお声がけを。いろいろ売ります。ちょっとビビアナイト、これ売れる、これも売れる。マダリーナ、え、2万円、やば。あとはなんか売れるもんあるかな。キーピック、いや、うん、これで OK だね。手放すのですか。結構金入ったぞ。もちろんありがたいことですが、だからこれを160にするんだったら、これを、あー、威力上がんないんだ。でもこれに1万2000円使いたくないよな。これが強化できるようになるまで待つか。あ、これはできる。1万6000円、840になるんだ。これはやっときましょう。んで、これ9000円でいけるから、チューンナップで金が足りない。あとは、うん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 、あとなんか買えるもんあっかな。虫の確保は何よりも重要ですよ。ないな。ありません。ちょっと待って、ハンドガン買っとく。だって10発買っても1500円でしょ。今回はね、ありがとうございます。安いもんね。で、ハンドガン弾薬は、ハンドガンじゃねえや、ショットガン弾薬は3発くらい買っとこう。で、スナイパーライフルは使ってないんだよね、全然。だから OK として、この辺爆弾つく気多いけど使ってないんだよね。よし。あ、待って、フラスク手に入れたよね。ここに入れよう。どれだ、これだ、両足のフラスク。あ、今回は何も見えないんだ、なんか。はいはい、 OK。というわけでですね、ちょっと今日は長めに、パート9はね、長めになりましたけれども、はい、皆様いかがだったでしょうか。いや、もうなんか怖すぎて、なんだっけ、名前で忘れしたけど、人形使い、ドナか、人形使いのドナのね、屋敷が怖すぎて、もう本当にこれを 2パート3パート、分けてやりたくなかったんで、もう今回はちょっと長めにね、1回で終わらせました。でもね、結構短かったですね。うん、あー、よかったです。いや、でも本当に今日は怖かったわ、やばかった。うん、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。またね、次はパート10、記念すべき10回目の、バイオハザードビレッジのですね、実況動画になりますんで、そちらの方もご視聴いただけたらと思います。それでは、リュウでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。